はい、木の店三目です。これはですね、奈良ですね、岩手県産の、奈良の原木から製材した一枚板になります。朽ちたような節になるんだけど、まあ、節がだいたい3箇所4箇所ぐらいっていう感じで、まあ、それがこの奈良のね、中ではちょっとこうポイントにはなってるのかなと思いますね。こうワイルドな、感じをね出すポイントになってるかなと思いますね。まあ、要所要所にあとはこうね、割れが入ってたりとか、結構ね、まあいろいろこう痛みがあった、奈良ですね。はい、その辺はまず、補修できるところはね、大体もう割れもみんな補修して、あとこういうちょっとね、立ち消えの時にこうあった虫穴も少し大きめのところは、埋められるところは埋めて、そういう風な感じで、整えましたね。塗装前の段階まではまずだいぶね、そうですね、手間のかかるね仕事ではあったんだけど、その甲斐あってね、今のこの現時点ではなかなかいいね、仕上がりにはなったのかなと思いますね。結構耳なんかも作業大変だったので、うまくね、仕上げができたのかなと思います。この奈良の一枚板のサイズですね、長さが1900あります。そして、まあ、こっちが末口ですね。この末口のこの一番上の部分が、この板で一番狭いところになります。400ですね。でそこからですね、だいたい真ん中のあたりが450あります。そしてだいたいの一番広い部分がこのあたりですね。このあたりが一番広くて、470ですね。そして、もう少し、またこう下に降りてくると、少しまた狭くなって、一番下の元口のところが430ですね。まあ、大体一番狭いところが400で、まあ、平均すると大体450前後の、広さのね一枚板かなというところですね。厚みの方が43ミリになります。今塗装まだしてない段階でもね、結構こう趣があるというか重厚なね雰囲気、やっぱり奈良ですね、いい感じで、この時点でもね結構こう雰囲気ありますね。はい、そこでやっぱりこういう節の部分とかね、少しまた全体よりも濃いね色が出て、そういったところがこのまままたオイルをね塗ってさらにねこう違いが出てくるのか、まあね全体的にはねどういう風な見た目になるのか、これは楽しみなところで、ぜひねその辺も、一緒に、確認してね見ていただけたらいいかなと思います。オイルの方ね塗っていきましょう。まずは反対にして木裏の方から塗っていきます。木裏は木裏でまあ、サンディングで仕上げてはいるんだけど、まあ、表面よりはもうちょっとねラフに仕上げています。そして、こういう風なね朽ちたところも完全なこう真っ平らにはしてなくてですね、ちょっとこう止めてるぐらいで、なのでこう触ると凹凸が感じられて、ちょっとね引っ込んでたりとか、割れてるところなんかも少しねこう引っ込んで、割れも全部ね整えてはいないので、はい、まあ、基本的には裏面という扱いで、仕上げてます。やっぱり木表と比べると耳がね、全くこう面側の部分が隠れて見えなくなっているので、雰囲気的にはね表面とやっぱ違う見え方になるし、多少表面よりも広く台面の方が使えるのでね、木裏として使うっていうのも、まあ完全に綺麗に仕上がってはいないにしても、これで使うのもありかなとは思います。はい、木裏の方は以上です。じゃあまた、反対にして木表の方を塗っていきましょう。結構ね、やっぱ硬い木なのでね、波形の滑りもいいですね。こう止まらなくてね、どんどんこう塗りやすい感じで塗り伸ばしていってる感じしますね。
そうですね、やっぱりこの朽ちたところのパテ埋めしたところもね、塗るとさらにここがいい感じでね、こう映ってますね。いいアクセントになってます。すごく雰囲気あってなかなかいいですね。このね、割れのところもね、いい感じで、埋めもうまくできてますし、いい感じでね、塗装になってます。小口の方もね、割れが入っているので、そこもパテ埋めをしてますね。今ね、こう塗っていると目立たなかった耳がね、結構グッとね、こう際立って、目立つようにはなってきて、色もね、だいぶこの耳の面側の濃いね、色が出て結構朽ちててですね、仕上げるのなかなか大変だったんだけど、なんとかね、手にね絡まないところまで仕上げができて、すごくいいね雰囲気になってます。で、そして今ね、この塗ってさらに台面に負けないぐらいね、いい感じになってますね。こっちもね、すごくいいですね。なんかこう古材のような感じでね、雰囲気たっぷりあります。はい、今ね塗装が終わりました。まあ、やっぱり奈良っていう木が、人気がね、あるのがやっぱこう今ね塗ってみて分かりますね。すごくこうやっぱオイルで塗って、この濡れ色でね、一気にこの重厚な雰囲気がね出て、まずもう台面がね、この年輪から、そしてこういう節とかね、朽ちたパテ埋めの部分なんかも、そうですね、まあ、自分的にはもう全く、ね、問題ないどころか、かえってこういうのがあった方がすごく野趣あふれる仕上がりで、いい感じに、ね、仕上がってるかなと思いますね。そして今回は、この台面に加えて、やっぱり耳の仕上がりがすごくね、いい感じで仕上がったかなと思いますね。特にこっち面は面白いですね。色がすごくね濃い面化が出てて、こっちもね、こっちはこっちで、ちょっとこう古材のようなね、アンティークな雰囲気がこうちょっと出てて、そうですね、どちらもねすごく表情あって趣あって、いい感じの耳の仕上がりになってますね。キッチンカウンターはすごくいいと思うし、お店とかでね、まあ、商品のね、まあ、カウンター棚みたいな感じで使うのもいいと思いますし、アイアンの足をつけて、まあ、移動式だといろんなところで使えるし、いろんな使い方をして、オブジェ的な感じでね使っていただけると、まあ、こちら側の耳をね強調することもできるし、こちら側のところをね強調したり、こう反対に使ったりとか、やっぱりいろいろ使い勝手があるのかなと思いますね。はい、パソコンデスクもちょっと気持ち狭い感じはするんだけど、まあ、今の、まあ、ノートパソコンとか、そういったところで、ちょっとしたこうパソコンスペースとすれば、決して狭くないのかなと思いますね。こちら側をもう壁の方にするとね、ちょっとこう引っ込んだところで配線なんかのね収納の部分でね、使えるのかなというふうにも思いますしね。はい、まあ、そういうふうな感じでいろいろやっぱ使い勝手があるかなと思います。岩手県産の、奈良の一枚板をオイル仕上げをしてみました。濡れ色が出るのはまあ分かってはいるにしても、やっぱりこう予想してたよりも気がつかなかったところとかですね、今まで見えてなかった部分がオイル塗ることによってね、他とのこう部分の対比とかこうグッとね際立ってくるところが結構こう要所で見えてね、そうするとやっぱ全体的にどこを見てもね、なんかすごく趣があって、こう見ててね飽きない一枚板になった感じがしますね。なかなか渋くてねいい感じに仕上がったと思います。
ご視聴ありがとうございます。